聖オリガは、キエフ大公国、第二代大公イーゴ2世の日、キエフのオリガとも、夫の死後、キリスト教の洗礼を受けた。洗礼名はヘレナ。ルーシでは最初期のキリスト教改宗者であり、ルーシで最も早い時期に聖人とされた一人である。聖人としては使徒の称号を持つ。プスコフの出身で、903年頃の後のキエフ大公、イーゴリ1世と結婚した。平民の娘であったとも、貴族の娘であったとも言われる。原初年代記によれば、879年生まれだが、彼女が息子を産んだのが、その65年後であることを考えると、この年代は受け入れがたい。イーゴリ1世の死後、オリガは、イーゴリ1世との愛の子スビャトスラフ1世の摂政として、キエフルーシを統治した。オリガは、摂政としての統治の始め、夫を暗殺した、デレブラーネ族への徹底した復讐を行った。その復讐は4段階にも及び、第一に、デレブラーネ族の死者を船ごと大穴に投げ込み、生き埋めにし、第二に、入浴を進めた貴族たちを浴室に閉じ込めて焼き殺し、第三に、イーゴリの追悼会で、蜜酒を飲ませ、泥酔した彼ら5000人を惨殺し、最後は、デレブラーネ族の本拠であるイスコルステニを攻撃し、火刑を用いて、町を征服したという。これによって、デレブラーネ族の自立性は否定された。また税制を改革し、税法を整備するとともに、それまでは、大公の巡回印貢と地方の所属に頼っていた、徴税を、大公直轄の具税所を設置した上、自身が直接任命した徴税人を配置することで、所属の支配地の行政区化を進めた。上記のような税制改革は、オリガの改革と呼ばれる。オリガと次女たち、年代記の挿絵から、夫を暗殺したデレブラーネ族へのオリガの復讐。伝承によれば945年、または957年に、コンスタンティノポリスでキリスト教に改宗した。東ローマ帝国皇帝コンスタンティノス7世は、自著、儀式の書に、コンスタンティノポリスにおけるオリガ歓迎の儀式の記録を残している。洗礼名ヘレナは、コンスタンティノス7世の皇后、ヘレナ・レカペナにちなむ。スラブの初年代記は、洗礼式の際、コンスタンティノス7世をオリガが魅了したなどの恋愛に、関する記事を載せているが、実際にはこの時彼女は相当な高齢であり、またコンスタンティノスも妻帯していたため、このエピソードの史実性は疑わしい。コンスタンティノス7世の記録によれば、オリガの随員もまた全員洗礼を受けた。洗礼は、東ローマ帝国の援助と支持を獲得し、またその高度な文化を移植しうる人材を獲得するための、多分に政治的な動機によるものであったと考えられる。オリガは東ローマ帝国に接近する一方で、東フランク王国の夫を一世にも接近し、959年に使者を送ってラテン教会の僧侶の派遣を求めたと正法の記録は伝えている。それによれば、オリガは司教と司祭たちをキエフに任命してくれるよう夫に嘆願したが、これは、偽りの申し出だったと記録は非難している。メルゼブルクのティートマールは、マクデブルクの初代司教プラハのアダルベルトが、キエフの司教として任じられたが、異教徒たちによって追放されたとその年代記に記している。他のいくつかの正法の記録も、同様の事件を伝えている。なお、これらの派遣要請の記述は、ルーシの年代記には記載されていないが、それは、年代記の成立期にはすでに、ルーシはその立場を正教会側に確定していたことによる。スビャトスラフ1世が成人すると、オリガは政治の表舞台から離れた。しかし、スビャトスラフ1世の遠征時には、オリガは孫たちと共に残り、キエフを治めた。オリガは986年、ペチェネグ族に包囲されたキエフで病没した。オリガはキリスト教をルーシに広めようとした。息子スビャトスラフ1世にも洗礼を勧めたが断られた。オリガの時代にはルーシの正教会への改宗は個人的、散発的なものに止まっていた。大規模な改宗が行われるのはオリガの孫でその薫陶を受けたウラジーミル一世の時代に入ってからのことになる。和田春樹、ロシア史、P36 から37ハット ABC 田中、明稚語、キエフ国家の形成 P66、和田春樹、ロシア史、P40、田中明稚語、キエフ国家の形成 P67 ハット AB 田中、明稚語、キエフ国家の形成 P68。ありがとうございます。